thank you はい皆さんこんばんは経営コンサルタントの中野です。昨日はね、えー、ちょっとねあのー、小室圭君がねニューヨーク州の弁護士試験を起こっちゃったんでねちょっとあまりにもショックだったんで、えー、YouTube 動画作ることができませんでした。 で今日はね、だいぶ落ち着いたのでね、今から動画を作りたいと思います。えー、まずね、ドル円の FX もいきますね。えー、い <coughs> ち監視ですけれども。<coughs> やっぱレンジですねこれ114円ですね上が70ですねこの下が113円30ぐらいですかね <laughs> 140ピップサルね 結構大きいけどね。こことかはもうだいぶ下行ったんで。ああ、ブレイクして下かなと思ったけど、バーキンと上ですね。あたまず騙された人多いと思いますよ、こうね。ここね、特にね。まあ僕、夜中見てましたけどね、これね。87ピープス上がりましたからね。うん。 完全にレンジボックスですね。うん。だんだん小さくなってきましたから。まあ、小さくなったというか、下に落ちたって感じですかね。うん。<laughs> まあ、明日十11月1日なんで、明日から動きますよ。あの、もうないですからね、今年のメインが。えー、っと、選挙とかね、アメリカの大統領選挙とか、日本の選挙とかね、まあ、日本の総理大臣。<laughs> <laughs> 選挙とかもうないですからね。大きい衆議院選挙も終わっちゃったので、明日動きます。それでここにいるでしょう。まあ、年齢的には上のブレイクですね、ここだからね。まあ、上行くと思いますね。うん。上、上抜けですね。まあ、落ちるなら落ちてるからね、これね。 うーん、ただ、今年は長いからね、あのレンジが、こうやってね。まあこれオリンピックレンジだから、これ長かったかもしれないけど、これ短いね。<laughs> この、まあこんなもんか。こんなもんだから、<laughs> 上がっちかもしれないね。目線は、<laughs> 目線は上ですね。 目線はロング。で、ここ118円。ですね。まあ、ここがトランプ大統領の選挙でごトランプが合格したってことで一旦下がったんですよね。 そこから馬鹿げしたんだよ。で、ここまで行きましたからね。まあ、超短期間で行ったんでね、これね。うん、まあ、1週、2週、3週、4週、5週、6週、まあ、7週ぐらいで行ったんですけど、これはもうだいぶ1年ぐらいかかってますよね。1年が 10, 10ヶ月ぐらいかかってるよね。ここは、1月1日だもんね。うん。 ちょうどだと思いますね下もここでいいし、下も一緒だしね、上も一緒だとで、大統領選だと。で、これ終わって、まあ、あと下がってくると。うん、まあ、こうじゃなくてね、まあこ、こんな感じかもしれないですけど、下がってくると。で、ここで、まあ、永遠のロングと。まあ、永遠のゼロじゃないけど、<laughs> 永遠のショートですね、すいません。 ノショートをぶち込むとこれでよろしいかと思いますのでまあ皆様は、まあ、奇跡を見ると思いますね118 <coughs> これちょっとね細かすぎて今ちょっと見えないですけどね118円50ぐらいかな、まあ、皆様方はあの FX やっててよかったなと思いますから あと少しね、あと少し騙されたと思ってやって,てみてください。この118円50のショートポジション取ったら、これが年金になりますからね、ずっとね。年金になりますから、えー、ずっと持ってればいいからね。これ、54円とかいっちゃうからね。うん、年金になるからこれ、持った方がいいよ、ずっとね。ロゴ2000万とか、もっといっちゃうから、5 0する8000万とかね。いっちゃうからね。 皆さんは本当によかった人たちの一人になると思いますよ。本当によかったんじゃないかなと思います。うん。こいってね。こいてね。はきますからね。まあ、あとですね。まあ。 あれ見てみようか。仮想通貨ね、ま。仮想通貨もね、もう下がりそうですね。下がんねえな、これね。ず,ずっとあかんでしょうね、これね。仮想通貨は全然違うレベルのものですからね。世界レベルですからね。うん。まあ、ここでさ、こんなとこでレンジ組んでるからね。やっ上でしょうね。うん。普通 もう下がってからレンジでしょちょっとしか下がらないね。もう700万ぐらいでレンジ組んでるからね。いや、強い。<laughs> 強いよね。うーん。で、時価総額294兆円。う,んもうちょっと下がったかな、やっぱりね。下がった下がったってったって、690万だもんね。大きいよね。 もう60万とかさ、あ、万か。60万円とか40万円の時あったからね。で、イーサリアもなんか、9000円とかね、あったからね。それから48万2000円だもんね。ああ、昨日の五50万いってたね、これ。50万。 うーんイーサリアム一声10万とか20万だった当たり前だったのが、50万平気だもんね、今。体のはもう上がんないかもしれないね、221 <coughs> <coughs>。まあ、年末まで待ってね。<coughs> 500で売った方がいいかもしれないし、まあ、ずっと持ってれば年金になるから、 年金さん2,000円とかね。7,000円とかなるかもしれないね。リップの125円、大きいね。まあ、プロケロット4700。柴犬は、まあ、よく分かんないですね。ドジコインも落ちてきた、29円。 ニミニスアップは上がんないですね。2 7七百円でね。セ <laughs> ラも上がんないですね。あの、ひととき、威勢を放った仮想通貨はもう散々ですね。眠とかもね。トロンとかダメですね。うん。そういう意味ではね。 財布に財布にあった国内行為も消滅したもんね。あれはショックだったね。まあ財布自体がなくなっちゃったからね。あればね、上がってたと思いますけどね。うん、チーズ51円ですね。うん。 はいどうもどうも <coughs> まあこれねまあレンジ組んでるんで今何もしない方がいいよって僕言ったんだけどまあこういう中でもねまあどうせ暇な人もいますから <coughs> 上下上下大体分かってるから じゃあここでロング入れてねあまあここでショートと <laughs> いいよねやっぱりねこれ90あるからさ 90, 90ピップスねこれも90あるからねこれは80ぐらいか そうするとさ、まあ、頭と尻尾は取れないから、45、45、80、ね1七0ピップんぐらいは取れるわけだよね。こうしょこうしょぼしょぼの中でもね。そうするとまあ、例えば10万通貨10万通貨したら、 1>, 1ロットだよね、FX。この XM だとね。そうすると、まあ、2>, <coughs> 2、3万、拠金入れてれば10万通貨入れるからね。そうすると、17万になるんですよね、利益がね。やっぱ、17万円って大きいですよ。うん。1七万、結構大きい、一月でもね。うん。まあ、 パートアルバイトのね、給料以外に17万ですら結構ありがたいですよ。うん。借金も返せるしね。ご飯食べるしね。まあ、平均安いじゃ新しい iPhone 買っちゃおうとかさ、パソコン買おうとか、まあ、新しいね、中古の車をローンで買おうとかね。まあ、いろいろ、まあ、17万できるから、元気出してね。 うん。まあ、どうせ明日上突き抜けていくんだろうからまあ今あの夜の7時22分ですけどまあこれから日本のね衆議院選挙の発表がありますけれども。 まあ多分自民党が勝つと思いますから、自,自民党、公明のね連立政権にいくと思いますし、まあ、僕が一番気になっているのは、NHK 党ですよね。立花隆さんの党がどうなるかってことですよね。うん まあ FX については、僕はちょっとよくわかんないんだけど、あの、やっぱり、この、ビットフライヤーの、あの、ビットコイン FX やってる人結構いるんだよね。うーん。これね。まあ、あ長期でやってる人もいれば、ま、一分足でやってもしょうがないけどね、全然動きないからね。うん。 まあ5分足でやってもしょうがないけどさまあ動きが激しいからあ,あんまりロット数上げてやるとさおし一瞬のこの落ち込みとかさうわうわねでこれでやっ切られちゃうからさまあ今はレバッチ4倍ぐらいか 昔15倍使えたんですよね。うん。これ1時間ですけど、まあ、やっぱり上でしょうね。あ明,明日から上がっていくと思いますようん。いろんなものが終わって、まあ、ほっとしてるし、11月っていう月じゃないですか。 もう、ヘッジファンドなんて11月は終わりだからね。12月は終わりだから、あと、まあ、今月1ヶ月で終わりかと。で、今月最後まで働かないんですよ、ヘッジファンドなんてみんな。年収20億から50億円ぐらいもらってるか、100億もらってる人もいるから、あのー、まあ、頭の中はもう、世界旅行の遊びでいっぱいですよね。クルーザーで遊びに行ったりさ、ヘリ,ヘリコプター乗ってね。 カナダとかスイスの、ね、冬の山の頂上行ってそこからス,スキーで滑ってくるとかね、まあ、そういうことしか頭にないですからまあ11月働かないですからねで12月はもう休みですよねだから多分仕掛けてくると思いますよ明日からねもう日にちがないからでビットコインは上ですねでビットコインは 先物が ETF 承認されたけど現物も承認されてくるだろうからやっぱりもうとんでもない上がるんじゃないですかねうん年末も1000万いって来年の早い時期に2000万いくと思いますよでやっぱり1億いくんだろうねビットコインはねだから <coughs> <coughs> まあ今から買っても今700だけど今から買っても10倍はいくんでしょうねビットコインねまあ、10倍とか20倍とかいくんでしょうねビットコインねうんあとイーサリアムねこの2つでしょうね、うん、ビットコインとイーサリアム、まあどうん、両方買ってやっぱりビットコインとイーサリアム強かったねうん まああとね、あのーまあ、小室圭君と <laughs> まあ小室圭君とね、結婚したけどね、えっと、ニューヨークのタワーマンション もう借りてるみたいなのかなこれねこれがまあ、どっかねこういうとこ,これ8ニューヨーク80万円するみたいねまあ昔から高かったからね月ね家賃ね <laughs> 安,安いようなんだろうねこれね結構80万円するボロボロだからね中はねアメリカ人が作ってるもんだからボロボロですから あの回収しないとあのお湯も出ないですからねそれとさほら渋谷に借りてるんじゃないですかこれは宮内庁が借りてるのか誰が借りてるのか知らないけど渋谷区にもさなんかベース拠点に借りてるんですよねこうニ,ュニューヨーク行くためのね <coughs> 渋谷だから高いですよね 多分ね、50万ぐらいするんじゃないかなと思うんだよね。う、うん、結構するよ、渋谷だとね。僕、品川に、品川西大井の駅から6分で借りてたけど、23万したからね。70平米でね。70平米って言ったらめちゃくちゃ狭いからね。うん。50万ぐらいするんじゃないかな。 まあこれはタワーマンションじゃないと思いますけどねまあ普通の <laughs> まあ普通のマンションこん,なこんな感じのマンションか <laughs> 渋谷が高いですよね渋谷渋谷新宿 <laughs> 六本木品川も高いですけど、まあ、そんな高くないですよね、品川の方はね。まあ、あとほら、横浜に自分の実家、母ちゃんと住んでた実家借りてるでしょ。あれも払わなくちゃいけないよね、家賃だよね、あれ。あれ、母ちゃん払ってんのかなちょっとよくわかんないですけどね。これは多分、10万ぐらいだと思うんですよね。まあ、家賃10万円払うなら、家買った方がいいですよ。 中古マンションなんてね500万ぐらいで売ってるからね <laughs> したら住宅ローン組んでも一月つ2万ぐらいですからねうんそうするとあまあ140万横浜のね<笑><笑>、ま、全部で140万ですね まあ大したことないって言えば大したことないけどまあ、僕たちね FX やってる <laughs> FX とか株やってるものについてみればねただのハッシュタだとね一月140万なんて余裕で負けるわみたいな感じだと思うけどまだ30歳そこそこのね <laughs> かけ出しサラリーマンしてみれば ちょっと払い切れない金額かもしれないね。うーん。まあほんで小室圭君ね。うん。なん。噂によると、まあ、完璧に試験はできて、できたんだけど、まあ、2日目の最後のね、最後の小論文の試験。 小論文で、締め <laughs> あるでしょ。締め <laughs> を、あアメリカの場合、最後に書くんですよね。小論文ってね、<laughs> サンキューっつってね。<laughs> 一番最初に書いちゃったんだって。一番最初に、<laughs> ゴムの形って書いて、で、わーって書き始めちゃうじゃん英語で。 最後に気づいて,てん名前ね。あ、そうだ、最後に書かなくちゃって思ったら、それこれ全部消さないといけないわけよ。消しゴムで。もう無理だから、こんなん。ね。ほんで、これピーピーってやって、最後に小室圭って書いてたの。K、小室かん。そしたらこれ、ダメだったって。うん、まあ。 内容はもう2日間のね一つ一つの科目はもう満点に近いんだと満点に近い成績だったけど一番最後の最後でねやっちゃったのって、うん、それはやっちゃいけないよっていう、うん、周りからも言われてたしねロースクールで3年間言われてたんだけどやっちゃってこれこれビビやっちゃったのっそれで おっこちたたみたいにねまあただ頭がいいから他のやつはもう満点だからねほとんどねだから半年後の2月のまあ試験でねあのまた合格すると思いますからまあそしたらこの毎月140万まあニューヨーク来ればねもう渋谷のこの50万ってのはな,なくなるだろうから。 80万と90万か。ねこれ払える、払えると思いますよ。で、まあ年収2200万、安いけどさ、年収 <coughs> 12ヶ月で、まあ一つ183万しかないですよね。ギリギリ,リかな <coughs> あの、 やっぱりサラリーマンきついからやめちゃった方がいいですよね。うん。弁護士でもさ、自分で働くっていうのはやめた方がいいよね、もうね。うん。社長とかっていうのはやめた方がいいですよね。うん。株主にならないとね。株主にならないと。 ブになって、まあ、社長を連れてきてねお前社長やれっつって仕事させるとこれ社長も弁護士もただのサラリーマンだからねこれねまあサラリーマン社長とかオーナー社長っているけどオーナー社長って、ね、とにかく仕事してる間は忙しくてしょうがないかなうんやっぱりさ 優秀な人材をね、いかにこう連れてくるかですよね。で、社長にさせたりさ、まあ、社内の弁護士にさせたり、税理士にさせたり、婚姻会士にさせたりね、あとは、新規事業開拓させたり、営業させたりね、まあ製品開発させたりして、<laughs> 大儲けしていく。まあ、それが株主ですよね。うん、株主にならない限りは、 ダメで、あの不動産投資はやっちゃダメですよ。不,不動産法とか、不動産投資 <laughs>、まあ、ってのはあの、ものすごい利回り悪いからね、これね。利回り悪いから、こんなんやっちゃダメ。不動産転売はいいかもしれないけど、不動産あ家主にな,なっちゃダメですよ。うんうん で、株主ってまあ投資家だよね、いわゆるね。うん、投資家で。<laughs> ごめんね。まあ、投資家、投資家で、FX も投資家なんだけど。ね、ね、自分が株主になるやつだ 自分が会社の株主になってね、会社の経営を、運営をしていこうっていうのが事業家ですよね。ね金融、株とかさ、為替、ビットコインとか先物で、 ま、金融のさ、さやをね、さやを取っていくだけっていうのが、投資、投資家のうちの、まあ、金融投資家っていうのかな、トレーダーか。うん。トレーダーですね。ま、あどっちかっていうと、こっちのが儲かるよね。こっちのが儲かる。こっちは、こっちはほら、 儲かるというか自分がね今まで生きてきた業界でやればまあほ,ほぼ確実に儲かるよねこっちは一か八かで毎日ねスキャリピングやってる人たちが多いからこっちは一か八かの人たちが多いからねどっちかっていうと数学を勉強して確率統計学でねやっていかなくちゃいけないから まあこっちはほとんど99%儲かるよね。まあこっちは5%ぐらいしか儲かないかもしれないよね。金融投資かトレーダーね。うん、頑張らないといけないね。まあこっちか、こっちはもうその分勉強してるしね。自分が若いうちに、この事業の会社入ってね、ボロ雑巾のように頑張ってやってきてるからね。ほんでお金ができて、<laughs> 社長の次の、まあ、株主になってね株主イコール投資家になってや,やるってことですからね、うん、はいということで、まあ、非常にね明日からが楽しみなんですが、まあ、僕は、えー、これはですね朝の、まあ、9時55分のですね朝だよ中にですね まあ、明した、一匹だからね、流れ、ね、上がっちゃうからね。大阪坂に、まあ、ブレイクしていくから、まあ、朝方に <coughs> 入れといた方がいいかもしれないしまあ、まあ、9時半ぐらいまで待ってから1、ね、一回落ちてから上がるからね。うん、待ってから <coughs>、落ちてきたらロングですね。落ちてきたらまあ、ショートで入れたがりでるんだけど、落ちてきたらロングですね。<coughs> <laughs> 落ちたらロング落ちたらロングを試していってい,いきたいと思いますそしてね、まあ、118円までいくんだから110円だからまああと500ピプス上がりますから500ピプス上がるんでねあ400ピプス上がるからまあ十分にね400ピプスってもうかなり大きいから100万通貨で400万か 1 0万通貨で40万上がりますからねまあ、23万 <coughs> 23万円の食品があればあ,あそっか40万円40万円もかかるんですねまあ年末 <coughs> 年末年末に向けていくと思いますよ、うん、そしてまあ来年入ってからかなまあもじ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 してだいぶね、まあ、2月か3月ぐらいに落ちてくるかなと思いますね うん、もうちょっと上かもしれないこれねここがあるからねうんはいそれではねとりあえず今日はこの辺で終わりにさせていただきます千葉県松戸市よりトム・クルーズがお世話いたしましたどうもありがとうございました失礼いたします